仙台式ラビットは東日本旅客鉄道が仙台福島間を東北本線経由で運行していた快速列車の愛称である。東北本線の宇都宮線区間内で運転される快速ラビットにちなんで命名された。東北本線の仙台福島間で運行し長町岩沼間,間と大河原藤田間で速達運転を行う。 廃止時の所要時間は1時間16分程度であり、普通列車よりも約7分ほど短い。途中駅で先行列車を追い越すことはない。仙台福島間は新幹線が並行しているため、毎日運転される快速列車の運行は長らく設定されず、国鉄分割民営化後に仙台白石間に相性なしの快速列車が休日一往復に限り、運行されるのみであった。 しかし、規制緩和の影響で、仙台福島間をつなぐ高速バスの運行が開始されると、JR 東日本仙台支社では高速バスに対抗する快速列車として、当列車の運行を開始した。仙台福島間は、高速バス JR どもに、中央競馬が開催される土休日の移動需要が大きいため、2003年には全区間で速達運転を行う。 臨時快速を、土休日限定で、運行開始した。この臨時快速は長らく毎週運行されていたが、東日本大震災の発生を機に、仙台福島間の需要が大きく落ち込んだため、2012年3月大イ改正により、運行取り止めとなった。福島駅と福島駅立て駅氷駅藤田駅白石駅大川原駅船岡駅 月の木駅岩沼駅名取駅南仙台駅長町駅仙台駅 e 7 2 1系0バンダイ e 7 2 1系、仙バンダイ7 0 1系、2 0 1 7年3月4日ダイヤ改正以降は仙台車両センター所属にする以下の3系列で蘇生される4両編成が重当されるありがとうございます